こんにちは、ドライマイカー監督の濱口竜介です。この韓国でのドライマイカー12月23日に始まり、公開が始まってから3万人観客を突破したというふうに伺いました。で、このいわゆるアートハウス系の映画としてこの3万人という観客の、まあ、数というのは本当にすごい数なんだということをその配給会社の方からも伺っています。本当にありがとうございます。寒い中、劇場に足を運んでくださった観客の皆さん、お礼を申し上げます。もともとその村上春樹さんのファンも多い国なので、そういうこともおそらく理由としてはあると思うんですけれども、その村上春樹さんの世界体現しているその素晴らしい役者さんたちの演技を多くの方に見ていただけたということをとても嬉しく思っています。これからもですね、ドライマイカーを、よろしくお願いします。コロナ、今日本でもまた広がったりしていますけれども、韓国でもおそらく大変な状況は続いているのではないかと思います。安全に健康に、映画館で映画を楽しんでいただけたら、とてもありがたく思います。では Hi to all the audience in Korea. 안녕하세요저는 Sonia Ren 입니다 I'm Sonia Ren who played the role of Janice Chang in Drive My Car. First of all, Happy New Year. I wish you all a wonderful 2022. And thank you to all of you who have gone to the theaters to see our film Drive My Car. It means a lot to me and to all of the crew members. And for those of you who haven't yet seen the film, I hope you get a chance to catch it in theaters. Thank you. 감사합니다안녕하세요韓国の皆さん、はじめまして。ドライブマイカーでカフコートを演じました霧島玲香です。この状況でなければ韓国へ行って直接皆様にお会いしてご挨拶したかったです。そして韓国の公開から約1ヶ月が経ちましたが、なんと観客動員数が5万人を突破したと聞いて本当に嬉しく思っています。寒い中劇場に足を運んでくださって本当にありがとうございます。この映画は私にとって家族や友人のように大切に思っている作品です。そして韓国の素晴らしい俳優たちと同じ作品に出演できたということも本当に嬉しく思っています。引き続きたくさんの方に見ていただいて心に残る映画の一本となってくれたら本当に嬉しいです。まだまだ寒い日は続きますが、くれぐれも体に気をつけて、そして劇場で安全にこの映画を楽しんでもらえたら嬉しいです。それでは本当にありがとうございました。カムサミダー。안녕하십니까드라이브마이카4만돌파진심으로감사드립니다 감사드립니다드라이브마이카가장기흥행할수있었던건다관객여러분들의사랑입니다감사합니다모든스태프들과배우분들도모두다감사하고있습니다앞으로도이렇게계속해서많은관심주시면감사하겠습니다감사합니다고마워요